お待たせいたしました、主様。これで必要な品は以上です。ちょっとガンマ、人前での主様呼びは目立つと思うんだ。あ、そうでしたね。では、シドさん、私、俺、拙者は…うん、ごめん、僕が悪かった。主様でもいいから、小声にしようか。ご配慮痛み入ります。主様やアルファ様以外には普通に喋れるんですけど。そういえば、さっきから向こうが妙に騒がしいけど、どうしたんだろう。それでしたら、今日はお祭りの日なんですよ。そうなんだ、知らなかったよ。祭りといっても、この辺りの名士の生誕祭ですから、小規模なものなので知らなくても無理はないかと。へえ、お祭りか。お祭り、主様と一緒に回れたらどんなに素敵だろうか。あの、その、大変恐れ多いのですが、私と一緒に祭り見物などをしていただけたら。例えばイプシロンのように、もっと甘えたような言い方ができれば良いのですが、私にはこれが精一杯。当たって砕けろの精神でお願いするのみ。うん、いいよ。そうですよね、主様はお忙しいのですから、私と祭り見物などを。え、本当にいいんですか。うん、僕もちょっとばかり興味があってね、こっちの祭りはどんな感じなんだろうって。おお、神様、いるかどうかわかりませんが、ありがとうございます。買い出しの日にお祭りをセッティングしてくれて、そして主様と同行させていただいて。それじゃあ行ってみようか。あの広場が一番に賑わっているみたいだ。はい。ここは結構混んでいるな。あれ、そういえばガンマは。このままでは流されて、主様とはぐれてしまいます。せっかく一緒にお祭りに来られたのに、それだけは嫌です。ちょっとすみません、ガンマ、そこの柵しがみついて。やはり人の波は危険ですね。すごい人だからね。あ、ほら、鼻血これで拭いて。そんな、主様のハンカチを私の血で汚すなど。いや、ハンカチは汚すためにあるものだから。大丈夫です、この程度、頑丈なのが取り柄ですから。いくら混んでいるとはいえ、まさかあそこまで見事に人の波に流されるとは思わなかったよ。ある意味見事だ。見事だなんて、お褒めに預かり光栄ですわ。うん。何か。はぐれると危ないし、ほら。ですか?その、人混みもすごいし、僕に捕まっていればバランスも多少はマシになるかと思うんだけど。あ、手をつないでくださるのですか。いえ、その申し出だけでとてもありがたいです。ですが、主様のお手を汚したくありませんので、とにかく気になさらず、さあ参りましょう。わかったよ。
それじゃあお先にどうぞ。え、私が先にですか？そうそう、レディーファーストって言うし。そんな恐れ多いことできません。いくら主様の頼みといえども。そっか、分かったよ。とりあえずちょっと休まない？そうですね。でしたら広場の向こうの丘はどうでしょう。もうすぐ夜ですし、風が涼しくて心地よいかと。なるほど、それはいいね。そうしよう。お、うん。ガンマ、ちょっと先に行っててもらえる？あ、はい、かしこまりました。わー、思っていたよりもいい眺め。あとは主様を待つだけですが。お待たせ。お帰りなさい。どこに行ってらしたんですか？これを買ってきたの。じゃーん。もうこんなにたくさん。ただじっとしているだけじゃつまらないだろうと思って。ごめんなさい、気を使わせてしまって。まさか人混みを押しのけることもできないとは。まあそんな気にしないで。この買い物中にお祭りもいろいろ覗けたし。花火高かったんじゃないですか？こういう時商人も足元を見ますし。大丈夫、こういう時のためにポケットマネーがあるんだよ。さ、ほら火をつけるよ。最初は打ち上げ花火だ。3、2、1。たまやうん、いいね。やっぱりお祭りには花火が映える。そうなんですか？わからないですけど。主様が見せてくれたこの花火のこと、私はずっと覚えていると思います。